冷たい雨が芝を濡らしています。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。ジョン・カビラです。はい、さあいよいよキックオフです。これは危ない。センタリング、キーパーこぼした、中へ上げた、短く繋いでいる、果敢にスライディング、おっとファウルを取られました。イエロー覚悟のプレーでしょうか。気をつけてプレーしないといけません。
ドにはならなかった。中へ決まった。ゴール、エクセレントゴール。ただいまのシーン、もう一度振り返ってみましょう。前半残り5分です。ハーフスコーを狙った。大きく前方にクリア。前半戦終了。前半戦までの途中経過、後半戦開始の笛です。速攻、体を入れてきます。ゴールポスト直撃。ここからループシュート。キーパーファンブル。流れを止めた。スローイン。おっと、足がかかった。レッドカード、退場です。ここから打つのか。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。ダイレクトで返す。スライディング、クロス、ヘッドでパスを送る。シュート、取り損ねた。ゴール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 。ダイナミックゴール。ここで確実に得点を奪います。スロー VTR でご覧ください。彼は本当に視野が広いですね。ちゃんと狙って打ってほしい。すでに試合時間は85分が経過しています。おっと、ファウルを取られました。キーパーの指示が伝わっていないのか。
惜しくも敗れました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫。